火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村包みし岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、おぬがみはこともなし。案じいだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技をつき、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。滅相もない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。寒いな。早く体を温めねば。火はないのか。覚えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。Dude.
だ。凍えてきた。かじかんできた。火はないのか。覚えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。覚えてきた。早く体を温めねば。いや、火はないのか。覚えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。寒いな。ここへ。凍えてきた。時間できた。
だ。寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。できた。かじかんできた。火はないのか。覚えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。凍えてきた。かじかんできた。火はないのか。寒いな。
感できた。寒いな。火事感できた。時間できた。時間できた。火はないのか。火はないのか。早く体を温めねば。寒すぎる。もうダメだ。さあ、木のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。
時間できた。寒いな。火事ができた。火はないのか。気持ちだ。頂きについた者はどれほどおるのだろうか。覚えてきた。早く体を温めねば。火はないのか。あの焚き火までたどり着ければ。早くつけ。気持ちだ。時間できた。このままでは凍える。できた。早く体を温めねば。火はないのか。
時間できた。火はないのか。地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を得得できる。穂村の剣を侮ってはなりません。
さあ、その石を太刀に打ちつけてください。しなさい。炎に身を捧げるのです。さて、ここまでといたしましょう。そうか。殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって、天からの授かり物であること、忘れてはなりませんぞ。ご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ怨霊を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。